オッソス、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。ウォールジャンプ、イージー。イージー、ミディアム、ハード、ベリーハードってこうね、続いてるんですよね。この方あれですね、心折れで、ハリアップワート3やった方なんですけど、これちょっと徐々にね、クリアしていこうかな。まずはイージーからいきましょうか。ちょっと長い感じがあるんで、一つの動画に一本って感じでいきましょう。これコイン全部取れ系？違うよね。そういうコースではないよね。まあ一応取っとこうか。せっかくだし。わざと。キノコいらない。あ、なんか上行ける。あ、ちょっと。上行けますよ、これ。まあいいか。とりあえずこのまま行こうか。せっかくだからコイン取ってく？プラス、なるべく地面に降りないようにクリアしていこうか。はい。はい。あ、降りちゃった。あ、はいはい。じゃじゃ、入っちゃったよー。大丈夫です。よかった。セーフ。これ、下どうなってるかな？まあいいや。とりあえず、表示に合わせて。あ、距離が広がっていく。でも、全然大丈夫だった。コイン。コイン取るな、諦めよう。落ちす。いや、待って、オップネイ、もう死んだと思った。いい反応見せた。ゴールはもう見えたね。オッケー、じゃあゴールかな。とりあえずゴール。きつ。今のでだって約20秒だぜ。あそこまで行って。相当きつくないこれ。ここでもいける気がしねえ。うわ、ゴールでき、あ、ここでできる。これで24秒だよね。超短縮していっても、自分だと21、2秒くらいが限界な気するんだけど、これすごいね、ベストタイム。どうやったんだろう。ちょっと見てみたいな。12月の22日にいただいたスピランです。以前にパックンの城を送ってくださった方ですね。了解です。さあ行きましょう。はい、やーい。ちょっとブレーキ。はい。ちょっとブレーキ。うやーちょ。で、行く。どうかな、時間きついかな。これ多分こうの方が早い。じゃ。こうの方が早い。トントン。はい、はい。よいしょ。裏面来た。ヒップ。はい。1、2の3ガリアー。くるん。キック、キック。地味キック。短い、難しいですね。距離感が。ちっこい壁キックは難しいですよね。よいしょ。よいしょ。ここはスピン。ここもスピン。アップね。間に合わなかった。チューしちゃいましたね。てか、背面チューだったね。背面チュー。針のところをよく見て。オッケー。右押しっぱできないね、今度はね。これはもう、素直に。待ち。時間で。オッケー。とりあえずクリア。よかった、よかった。自動的に危険を回避するマリオだってさ。自動的に危険を回避するマリオ。自動スクワットマリオ。なんだなんだ？とりあえずスターでいいのかな？はい。あー、そういうことか。あー、なるほど。この杭で。勝手にマリオはしゃがみますよと。へぇー。そっか、アッシュするんじゃないんだね。しゃがむんだ、マリオは。これは新発見だね。へぇー。いや、もう元々あるのかわかんないですけど、すごいですね、これね。自分は初めて知ったんですけど、これで。すごい。なんだこれ。なんかに使えるかな。はい、続きましてはこちら、新技コースですね。プロペラで孔明を無視する、すり抜けるコースだそうです。やり方も書かれてますね。
右にダッシュして最後のブロックでしゃがみじゃんして上のブロックに頭をぶつけたらプロペラ発動。了解した。ここにまずは隠しがあることをしっかり確認しましょう。行くぞ。こう。これいける、マジで。これなかなか、うわ、ほんとだ、これなかなか画期的じゃない？すごい。これ、なんで？だってほら、しゃがみじゃんしてもさ、アイスブロックに頭ぶつけてるから、多分マリオはまだ大きい状態だと、もうすぐ大きい状態に戻るはずなのに。なんですり抜けてる？これ、全然わかんねえ。じゃあ、こちら行きましょう。死のエスカレーターだってさ。上から降ってくるな。でかく、左にさ、羽付きの出るさいなかった。あー、なるほどね。いや、想像以上にきつい。あ、でもベルトコンベアの、ゆるいやつ。いや、なんかデブロス来たぞ。これきついな。これ相当きついぞ。よいしょ。いやー、指が死ぬ。デブロス、あっぶね。待って、デブロスきつい。超デブロス、ちょっと待って、お前らいいコンボだな、畜生。これ、嘘、どっか出てきた。お前、隠しハンマーやめて、そういうの。デブロスがマジ厄介。ほんとデブロス厄介。いや、デブロスのこのさ、後出しハンマーめっちゃ強いよ。やばいよ。こいつマジ、最強か？いや、でもこいつやばい。超強い。オッケー、オッケー、処理完了。あとはジュニアさんか。ジュニアさんマジきつ、強っ。あ、これダメだ、これあかんやつや。ジュニアさん1をかわす。ジュニアさん、いや、処理。デブロス、あ、やばい、落ち着こう。デブロスがヒップするタイミングを見計らって、ここでジャンプしていて倒す。オッケー。で、落ち着いて甲羅を処理していく。オッケー。で、こっから問題は、ジュニアだ。一匹処理。はい。二匹目処理。オッケー。あいつらもう上がってこれないでしょ。多分。うわ、このクッパファイヤーえぐいな。よいしょ。ここで行きたい。やっとクリアできた。あー、時間かかった。くっそ難しかった。なんだこれ。はい、1月の15日にいただいたコースです。たまには鬼畜じゃないちょっとした謎解きコースだそうですね。昼と夜の世界というコースです。待って、完全に混乱した。まずここ入るじゃん。悩んだやつ全部カットして、改めてこっから。でもそれでもなんか今困惑なう。あれ、どうすんだったっけ？せっかく最後までやったのに。最後までやってこれ積むんですよ。ある選択肢を間違えると積むようになってて。で、ここまで来るじゃん。これ入るじゃん。あれ？ここに入ると、あ、そうだ、これでいいんだ。で、P 踏んで、あ、バイ。はい。いやー、まあいいや、これ、間に合うかな？ OK、間に合った。ここに行くじゃん？で、これはいらないんだよ。このバネが必要で、まあ一応大きくなっとこうか。保険でね。んで、こうなって、まあここの上に行くわけですよね。でですよ。必要なのが P なんだよ。P スイッチが必要で、ここって繋がってたっけ？ P をね、こっちの世界で確保しないといけないんですけど、裏の方の世界で確保しなきゃいけないんですけど、ここに繋がるのか、そっか。ここに P があるんですよ。で、この P を持ってくんだけど、この P を間違えて先に踏んじゃうと、もう罪なんですよ。なんで、これをしっかり持っていって、で、P
をギリギリまで踏まない。なんかまるでこのコインの道を作ってくださいみたいな感じになってるけど、そうじゃなくて、やべ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 、そんなことはどうでもよくて、よいしょ、ここで踏む、ちょ、まあいいや、ここで踏もう。じゃあ間に合うかな。急いで入って、オッケー、これでオッケーですね。あー、もう間に合わねえや。裏面の方、ここにハテナブロックあったんだけど、何か確認したかったんですけど、それができなかった。とりあえずクリア。めっちゃ時間かかった、これも。じゃあラストこれいきましょう。エスケープフロムザブーブラザーズ。チョロプーのところ、ん、ブーはこっちか、そうか、テレサから逃げなきゃ、かわしていかなきゃいけないけど、めっちゃ難しいんだ。ここかな、次は。うわ、これめっちゃ難しいじゃん。次ここ降りて大丈夫？あ、もう大丈夫だね。いや、このマリオがこの円の中心に常に居続けるように動き続けてれば大丈夫ってことだよね。どっかで絶対はめてくるよな。どこだろう、はめポイントはどこだろう。ここかな。行き過ぎてもダメだし、遅すぎてもダメだし、難しい。ここは中心、常に円の中心にマリオ。めっちゃ難しいぞこれ。行き過ぎダメ、行き過ぎると死ぬ。一緒についていって、ついていって、うわー、これやばいな。一回死んだらマジで最初からだぞ。これ相当やばいぞ。うわ、これやばいな。このも、あー遅いかも。急いで、ぶねー、やばい、ぶねー、いい反応、死ぬ、あ、ぶねー、セーフ。はい、中心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 、なんかどっかで越えられそうな気するけどね。あばば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 、絶対もうここら辺まで来て死にたくない。絶対だ絶対だ。どっかで抜けれそうな気するけどね、うん、そことか抜けれそうだけどね、うん、これが一番安心安全のプレイングで。あー絶対やだ。最初から直すのだけは絶対に嫌だから。よいしょ、はい、オッケー。右下に降りるのが結構難しい。壁キックで対応。死ぬよ、ぶねー。今危なかったですね。クワジュギリギリだった。これ長えよ。もういいよ、ゴールで。危ない、大丈夫、この辺は大丈夫そう。ここだな、ちょっと厄介なの。大丈夫そうですね。 OK ですね。はい、 OK、 はい、 OK。 あー、ぶねー。ここは大丈夫だな。斜め下にこう降りていくのがちょっと怖いですね。 OK、はい、ついてく。このクッパの BGM、 こんなに長く聞いたの初めてかも。なかなか、今死んだと思った。見てる人も多分死んだと思ったでしょ。今のは死んだと思った。普通に耐えた。ここですね、ここですね。はい、はい、はい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 、ゴールが見えてきた、ようやく。壁キックちょっとミスっただけで死亡だからな。あとはこの回線ぐるぐる回って勝つかな。終わりかな。変なミスさえしなければ大丈夫。ここまで来たらもうこれはフラグじゃない。変なミスをするフラグではない。絶対しない、絶対しない、嫌だ。ここでヒップドロップとか絶対しないからね。絶対俺はしないから。あ、これまずい。危ねえ、セーフ。なんとか抜けれないかなって思ったけど、やっぱり、うん、やめた方が良さそう。よし、来た、ゴールが見えてきた。 OK、 伝っていく伝っていく。よし、ゴールが見えてきたぞ。あとちょい、頑張れマリオ。マジマリオさん頑張って、お願いします。これやたらない、なん、もう5分くらい走ってるってこと。5分くらいプレイしてますよねこれね。危ない、ゴール見えた、ゴール見えた、ゴール見えたよ。あ、ここで行かないとダメだ。アップね、よし、オッケー。うわー、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。